M&A 総研はありとあらゆることを数字で緻密に管理する超合理的な会社。しかし、白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。この番組は子どもたちに明るい未来をつなぐために壮大な夢実現を真剣に目指し続けている志が高い経営者の方へ利益最大化に貢献する企業戦略を共有する番組です。はい、さてということで今回はですね、 M&A 総研なぜ強いのかというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は効率化かける属人的の矛盾の両立を実現しているからというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、M&A 総研の業務工程なんですけれども、はい、大きくは3段階ということですね。1番目は探索段階で、2段目は引き合わせ段階で、最後は契約交渉という流れになっています。はい、ですなわちですね、探索って何ですかって言ったら、まず企業の売り手を発掘するということですよね。私の会社もしくは私たちの会社を売却したいという、この企業の売り手を発掘するというのを探索と言っているということですね。はい、そして実際売りたいという会社さんが見つかったということであれば、じゃあ誰に売るのかという最適な買い手を選ぶということですね。はい、M&A 業界っていうのは、売り手が1社に対して買い手が20社ということで、1対20のですね、圧倒的に売り手の方が珍しい、希少価値が高いんですよね。だから逆に言うと買い手ですよね。すごくいい会社であれば買いたいという買い手企業っていうのは、結構、中堅企業もしくは大手企業にたくさんいるということです。はい、だから貴重な売り手が見つかったということであれば、じゃあ誰にですね、結局買ってもらうことが一番ですね、両者にとってウィンウィンになるかという、その最適な相手を選ぶっていうのが引き合わせという業務ですね。はい、そして契約交渉ということで、この相手がですね、最適な組み合わせ、もっと言うと相性がすごくいい会社であれば、結構スムーズに契約交渉が進むということです。はい、逆に売り手と買い手の相性が悪ければ、なかなかですね、その契約交渉が進まないということなんですよね。だから意外とこの真ん中の工程っていうのが、この M&A 業界では非常に難しい、難易度が高い業務になっています。はい、だから売り手発掘しました。その売り手に最適な買い手、相性のいい買い手を見つけることができました。あとはもうそれを最後、いわゆるクロージングするという、そういう業務になるということです。はい、で担当ということで言うとですね、一番上の探索と一番最後の契約交渉、これが同じ担当者がやりますということで、売り手アドバイザーということですね。で真ん中はですね、これは買い手ですよね。もうこう引き合わせ、マッチングを専門にする部署っていうのがありますということです。ここはどっちかって言ったら少数精鋭で一部署でやってるということですね。はい、で M&A 総研の強みの一つということで言うと、M&A 業界では難しい業務とされている買い手との引き合わせ業務を、別の専門部署が少数精鋭で担当しているということです。はい、すなわちですね、専門部署が AI 人工知能をフル活用しているということですね。はい、なので、国内の M&A 事例、社内の営業データを学習し、精度向上、譲渡企業情報に基づいて買い手候補企業を自動抽出しているということです。はい、ちなみにということで、創業者がですね、技術者、エンジニア出身ということもあって、AI をまず M&A 総研の場合は本当にゼロから独自で立ち上げをやっているということですね。はい、これ競合他社の場合は、既存のソフトっていうのをいろいろですね、組み合わせた形でやってるわけですけれども、M&A 総研の場合は、創業者自身がですね、技術者
ですよね、まあ、AI の開発ができるエンジニアということなので、だからまあ自分たちの業務 M&A の仲介業務に特化した、まあ、自分たちが一番使いやすい、まあ、AI ソフトっていうのをまあゼロから作っているということですよね、はい、そこからですね、まあ、結局まあ今まで延べでまあ1万回以上の更新作業というのをやりながら、まあ、一つは精度の向上ですよね。だからまあよりまあ最適な相手、よりまあ相性のいい相手っていうのをですね、まあ、できるだけ短時間でですね、まあ、引き合わせする、マッチングする、そのための精度の向上っていうのを図っているというのが一つで、もう一つは、まあ、はっきり言ったらソフトをまあですね、まあ、作ると、まあ、バグですよね、まあ、いわゆるこうエラーっていうのがすごくまあ頻発するので、まあ、それをとにかく3年から4年かけてずっとですね、まあ、エラーバグっていうのをまあ回収し続けてきた、なくし続けてきたと、まあ、そういう非常にまあ地道な作業っていうのをやり続けているということです、はい、なので、まあ、M&A 総研の場合はですね、まあ、せっかく貴重な企業の売り手を発掘できたのに最適な買い手企業を引き合わせることができなくて、まあ、失注または長期化しがちな M&A というのをですね、AI をフル活用した専門部署による引き合わせ業務によって、まあ、制約期間の短縮化っていうのを実現できているということですよね。だからまあ M&A 総研の場合はまあ平均で6ヶ月から7ヶ月ですよね。対してまあ競合他社っていうのはまあ10ヶ月から1年ぐらいまあ M&A の制約がかかる場合が多いので、まあ、約3ヶ月ぐらいですね、まあ、短く制約することができている。じゃあどこを制約、短縮することができているのかって言ったら、引き合わせが圧倒的に早いということです。はい、で実際にですね、まあ、売り手希望のですね、まあ、企業がですね、まあ、売却に興味関心を示した瞬間に、まあ、御社の買収には40社が興味関心がありますという本当にまあ即答が非常に強力な優位性になっているということですね、まあ、これはもうはっきり言ったら買い手企業っていうのが完全にまあ自動化リスト化されていて、まあ、この売り手に対してはこの業種のこれぐらいの規模の企業に対しては、まあ、これぐらいの企業がですね、まあ、例えば40社なら40社の企業がまあ興味関心持ってるっていうのを即座に出すことができるというのはですね、まあ、非常にまあ強力ということです、はい、このようにまあ真ん中の工程引き合わせにまあ強みがあるからこそ M&A 総研が利益成長のために最大限注力しているのが、まあ、その最初と最後ということです。真ん中が強いんで、だからあとはまあ一番最初と一番最後に力を入れればいいということですよね。これは担当者同じということです。はい、売り手アドバイザーと呼ばれているまあ営業兼まあ仲介役ですよね。がまあ結局最重要ということになります。真ん中が強いからこそ、じゃあ残りのところに力を入れればいいということですね。はい、なので、まあ、会社としての最重要事項っていうのはとにかく M&A アドバイザー数ですね、売り手企業の担当者っていうのを何人増やすことができるかということです。はい、つまりですね、まあ、いざ売り手候補を発掘することさえできれば最適な買い手企業を最速で引き合わせることができる、まあ、その強み仕組みというのがあるので、まあ、会社としてあとはですね、まあ、とにかく M&A アドバイザー数ですよね、売り手企業の担当者をひたすらひたすら採用で増やし続けるということです。そうするともうどん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 案件をまあ発掘することができて、制約にまあつなげることができて、まあ、利益成長にまあつなげていくことができるということですね。はい、だからこそ、まあ、社長の時間の約半分というのはもう人材の採用活動に当てているということです。そこが会社にとって一番最重要だからこそ、そこは社長がすごく力を入れて、まあ、実際に自分の時間を使っているということですね。まあ、単純にまあ人事部長とか人事担当者に任せっぱなしじゃなくて、まあ、結局社長自らがもう一番採用活動にまあ時間を使っているということです。はい、ちなみにということで、社長はこれまですでにまあ1000名以上とまあ面接をまあしているということです。はい、ではですね、まあ、採用基準の最重要項目ですよね。社長自らが採用
採用活動に当たってるわけですけど、じゃあ社長は何を重要項目、最重要項目として、まあ、面接をしているのか、で、まあ、人材を採用しているのかということなんですけど、はい、これはズバリですね、相手への思いやりが、まあ、どれぐらいある人なのかということです。はい、だから、まあ、例えば数字に強い人とか、もしくは AI とかですね、そういう、まあ、技術に強い人っていうことではなくて、相手に対してどれぐらい思いやりを持ってる人なのかっていうのを採用の最重要基準にしているということです。はい、なぜかっていうと、M&A 合併買収っていうのは売り手の方に希少価値があるんですよね。自分の会社を売りたい、しかもいい会社なのに売りたいっていうことですよね。まあ、その売る理由としてははっきり言ったら、まあ、ご自身の年齢とか健康です。はい、だから後継者がいないとかですよね。だからこのままだったら、まあ、例えば、まあ、自分の代で廃業するかもしれないっていう、まあ、そういう、まあ、後継者不足に悩んでいるような、まあ、売り手企業ですよね。で、しかもその企業はいい商品、いいサービスを提供しているとかですよね。まあ、いい技術を持っているとか、もしくは顧客がいっぱいいるとか。だけど、まあ、ご自身の年齢、健康とか年齢で、まあ、廃業するかもしれないっていう、そういう売り手企業っていうのは、まあ、買い手に対して圧倒的に、まあ、数が少ないということですよね。希少価値がありますということです。はい。で、その希少価値が高い売り手を発掘することができたとしたとしても、それ最後の制約まで持っていかないと、まあ、会社に収益が入らないんですよね。で、その時に今まで数十年間会社を経営してきた、まあ、60代70代80代の売り手候補の経営者さんから仲介を任したいと思われるような人柄かということですよね。はい、だから、まあ、すごいはっきり言ったら、まあ、経営ということで言えば圧倒的に社長さんの方が大先輩なわけですよ。まあ、M&A 総研って20代30代の若い人たちが中心の会社なので、実際はそのお客様っていうのは、まあ、ものすごく年配の方々がお客様なんですよね。はい、だからその人生の先輩、もしくは会社経営の先輩の社長さんから、私の大事な会社、今まで数十年経営してきた会社をぜひ、まあ、売るのを、まあ、手伝ってほしいというふうに仲介を任したいと思われる人柄かどうかっていうのが最も重要な要素になっているということです。はい、この社長のですね、会社売りたくないんだけど売るですよね。まあ、例えば残された従業員のためとか、ね、残された顧客のためとか、せっかくの技術っていうのを後世に継承するためとかですよね。まあ、もしくは事業を、まあ、より大きな会社に買ってもらうことで発展させていくためとか、まあ、そういう社長の気持ちに寄り添える人なのかどうかっていうのが最も重要な要素になっているということです。はい、つまりですね、 AI で効率化自動化できない部分だからこそ人がやるということですよね。 AI で効率化自動化できるんだったら AI がやればいいんですよ。でも AI ができないことを人がやるんで、人がやる業務なので、だから人への思いやりっていうのが最重要ということですね。はい、逆の言い方をすれば、会社として最も重要なのは売り手アドバイザーが売り手候補の、まあ、見込み客ですよね。相手の会社の社長さんと接する時間なので、まあ、見込み客の、まあ、経営者さん、社長さんと接する以外の社内の事務的な作業っていうのは、これはもう徹底的な効率化を図っていますということですよね。まあ、無駄を極限まで削減しようとしているということです。はい、要するに、まあ、社内の、まあ、事務的な手続きということで言うと、もうこれはもう DX で、まあ、ですね、まあ、デジタルトランスフォーメーションで徹底的に効率化していますということです。例えば社内で上げる稟議書とかっていうのもですね、まあ、本当にもうなんかボタン一つとかクリック一つでパパパッというふうに、まあ、稟議を回すというような、まあ、徹底的な、まあ、DX デジタルトランスフォーメーションを図ってますということですよね。はい、でその代わり社外に対してはですよね、まあ、見込み客の方とかお客様と接するということであれば効率化しないということです。はい、属人的に効果の最大化ということですよね。はい、だから、まあ、例えばお客様が望むということであれば、例えばお食事に行くとかですよね。まあ、お食事会で、まあ、人間関係を深めるとか、まあ、そういう、まあ、極めて属人的な、まあ、ことっていうのをですね、まあ、やって、まあ、効果をとにかく最大化しようとしているということです。はい、物に対しては効率化、しかし人に対しては効果の最大化と
いうことですよね。これ人に対しても効率っていうのを求めるとうまくいかないんですよね。なぜかって言ったら効率的にあしらわれて気持ちがいい人なんて誰一人としていないからということです。はい。で、M&A 総研はですね、まあ、ありとあらゆることを数字で緻密に管理することで 1.01% の改善っていうのを、まあ、無限に繰り返している、まあ、超合理的な会社ということが言えます、はい、しかし会社の花形である売り手アドバイザーに関しては人への思いやりを最重視した極めて俗人的な企業でもあるということですよね。だから、まあ、徹底的に人がですね、まあ、いわゆる売り手アドバイザーというですね、まあ、営業の人たちがそれこそ日本全国をですね、もうとにかく走り回ってですよね、まあ、新幹線なり飛行機とかでとにかく走り回って直接会って、で俗人的に人間関係とか信頼関係っていうのを築いて、で最後大事な会社っていうのを預けてもらって、で、まあ、売るのを手伝ってるということをですね、はい、この、まあ、効率化かける俗人化という一見ですね、まあ、矛盾していることを両方とも徹底的に、まあ、突き詰めてやっている、この矛盾の両立っていうのがこの企業の強さになっているということです。はい、以上ですね、まあ、M&A 総研をまとめていくと、はい、今回はなぜ M&A 総研は強いのかというテーマでやってきたんですが、一方ではもう徹底的な超合理主義ですということですよね。本当に20代30代という非常に若い人たちが中心の会社なので、まあ、極めてドライなところはドライということです、はい、ありとあらゆることを数字で徹底管理しているということですよね。もう全部数字でですね、まあ、とにかく やれるところはやっているということです。はい、でも快適企業っていうのは、ですね、まあ、非常にまあ候補としては多いので、だから快適企業担当っていうのはこれはもう専門部署が少数精鋭で、なおかつ AI をフル活用してできるだけ効率よくやってるということです、はい、対して、ですね、まあ、超俗人的ということで AI ができない業務に関しては、まあ、思いやりを持った担当者が、まあ、効率ではなくて効果の最大化を求めて、もう人間としてまあ徹底的に丁寧に対応しているということです、はい、ということで、まあ、今回は M&A 総研なぜ強いというテーマでやってきたんですけれども、結論は効率化×俗人化というですね、まあ、俗人的という、まあ、矛盾を両立することができているから、だから強いというのは今回の結論です。そして最後に大事なお知らせを2点させてください。1点目はですね、白坂のメルマガ登録特典ということです。はい、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目です。はい、AI 革命 2.0 ということで、まあ、昨年より大きな話題になっている AI に関連してですね、まあ、AI 革命 2.0 という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。